はいです。今回ですけども、今回の動画はね、サプライヤー15万円爆買いシリーズ第4弾いきたいと思います。はい、ということでね、サプライヤー爆買いシリーズ第4弾まで来ましたね。まあ過去のね動画見てない方は、サプライヤー15万円爆買いっていうねサムネイルでね統一させるんで、まああえてねそこ統一させるんでね、ぜひねその見てない方はそちらのね過去の動画見てほしいんですけども、何紹介しようかな今回。ぶっちゃけね決まってないんですよ、紹介するアイテムは。その時の気分でどれ紹介しようかなっていう風に段ボールから撮ってるんですけども、本当にね初めて買ったブランドなのにもかかわらず、もうバチイケの僕の欲しかったデザインのアイテムがもうめちゃくちゃあったということで、もうすごいね、もう第一印象バッチリそのブランドということでね、今回もねサプライヤーの15万円爆買いシリーズの第4弾の1日やっていきたいと思うんでね、ぜひ最後までお願いします。それではいきたいと思います。はい、とね、じゃあ早速ね購入しようか行こうと思うんですけども、はい、てかさ、めっちゃ腹減ったんだけどやべえ、朝から何も食ってね、オロナミン C1 本ぐらい。そう、なんか最近のね僕のルーティンで朝にオロナミン C を飲むっていうルーティンができて、本当に最近できたルーティンなんですけど、オロナミン C って別に体に悪くはないと思うんですよ。レッドブルーとかよりは全然体にいいと思うんで、むしろそうだから最近その朝にオロナミン C を飲むっていう習慣がついてきて、だからちょっとねボックスでねそのオロナミン C 買いに行こうかなと思ってて、なんかさドンキーとかでさボックス買えるらしいじゃん、オロナミン C とかね。ちょっとドンキー最近行ってないからドンキーに行こうかなっていうのも思ってて、まあそれもねなんか18の1本の動画であげようかなと思ってるんで、まあそういうね動画もまあいずれ上がるかなとは思うんで、楽しみにしてくださいということで。みんななんか習慣にしてることとかあんの？僕はこの時間になったらこれしますみたいな。そのね習慣ってやっぱりいいんですよね。結構言ってることなんだけど、習慣ってマジ大事ですよ本当に。僕はね本当にやりたいことがいっぱいあるし、その叶えたいこともいっぱいあるし、ほんまに欲が尽きないんで、欲望のままにね僕は生きてるんですよね。まあ欲望のままにね生きろみんな、マジで欲望のままにみんな生きてみてください。そしたらおのずと行動できますから。僕はね欲望に素直なんですよね。欲望のままに行動してるんですよね。これしたいけど我慢しようとかさ、これやりたいけどちょっとなんか例えばお金かかっちゃうなとか時間ギリギリだなとか、そういうのいろいろあると思うんですよね。それダメ、制限かけちゃダメ自分に。僕ねなんでそんな自信があるんですかとかいろいろコメント欄とかで言われるんだけど、俺が自信ある秘訣、もともとのその自信があるっていうのは才能なんですけども、俺が自信がある秘訣っていうのは欲望に素直に生きてるからなんですよ。自分の欲望に素直に行動してるから自分を肯定できるんですよね。そこでなんか自分の欲望に素直に生きてないと、そこでなんかセーブかけちゃうと自分の欲望をシャットアウトしてるっていうことなんで、そこで自己肯定感が多少なりとも削られてるとは僕は思うんですよ。なんでかというと自分の欲望のままにできてないから。それができないってことは自分を肯定できてないってことなんで、自己肯定感を下げる要因の一つになってると思うんで、僕はねほんまに自分の欲望に生きて自己肯定感を高める、自分を肯定させてあげる、自分の欲望のままに生きて、それをやると自己肯定感がほんのずっと上がって自信につながるんで、皆さんぜひやってみてください。これはマジでねいいっす、自分の欲望のままにいける、最高っすね。はい、じゃあちょっとね、じゃあまず買ったアイテムがこちらです。パロン、サプライヤーですね。今回もサプライヤーで買いました。まあサプライヤーはね前動画言ってるんですけども、セレクトショップでいろんなブランド置いてあって、サプライヤーっていうブランドも置いてあると、サプライヤーっていうセレクトショップでサプライヤーっていうブランドも置いてあるっていうね、ちょっと特殊なお店なんですけど、まあ、今回もサプライヤーで買ってきますよということで、じゃあ早速これ開けていきたいと思います。はい、ということで開けていきたいと思います。じゃあね行きますよ。それではね、今回僕が買ったアイテムがこれです。バン、こちらです。バーン、はい、ロンティーでございます。スウェットではなくてロンティーでございます。はい、こんな感じでね、タグいかつすぎやろこれ、いかつすぎないこのタグ。まあこれね、こんな感じでちょっとねリメイクされてるっていう感じですね。可愛いんですよねめちゃくちゃ。そうで、こういう風にね黒主体で赤デザインということで、こういうね加工されてる、こういうなんかリメイク加工みたいなされてるのが可愛いなと思って。で後ろは無地なんですけども、後ろもねこういう風にちょっとリメイク加工されてるみたいな、よく見ればそんな感じのアイテムで、可愛くないこれロンティー。このね、まあデザインっていうよりはこのリメイクがされてるからこそかっこいいなって思って買いましたね。このデザインだけだったらぶっちゃけ買ってないと思うんですけど、このリメイク加工が僕に刺さりましたね。まあロンティーということでね、やっぱりこのこれからの季節、まあ春、ロンティーっていうのは必須だと思うんで、ロンティーって結構シンプルなアイテムなんで、コーデの幅が広がらないっていうか、そういう感じのね、まあ、アイテムじゃないですかぶっちゃけ。だからね細かいデザインでアクセントつけてあげるっていうのも僕はねいいかなと思うんで、ちょっとねこれ買ってみました。でこちらね、僕は L サイズ買って、これもちょっとダボってきたいなと思ったんで、ロンティーってねやっぱりそのダボってきてあげた方が可愛いなと思うんですよね。シンプルにそのぴったりサイズで着るのは僕はあんまり可愛くはないなと思ってて、やっぱロンティーはダボって着る方が僕は好きなんでね、はい、まあ L サイズにして、でこちらお値段がこれです。はい、皆さんもねぜひ買ってみてください。デザインとリメイク加工がいい感じにマッチされてて、そこが僕はお気に入りっすね。まあこんな感じで黒に赤っていうねシンプルな色合いなんですけども、まあいいんじゃないかということで、じゃあ一回これ着ていきたいと思います。はい、でね、こんな感じです。どうでしょうか。身幅もね、ちょうどいい感じで。で、まあ、着丈もね、ちょっとゆるっとしてる感じで。それもね、こんな感じで、ちょっとだけゆるっとしてる感じなんで、ぶっちゃけそんなサイズ感もね、ちょうどいいというか、まあ、逆に M サイズだったら、なんならちっちゃかったかなっていう感じなんで、まあ、L サイズにしてよかったっすね。なんならもう1サイズ上でもよかったかなぐらいなんですけど、まあ、全然これはこれでいいんじゃないかなと思って。
はい、どうでしょうか。着てみたらね、余計その紹介しやすいと思ったんですけど、こんな感じで、そう、こういう風にね加工されてるんですよ。それがかっこいいよね。あとなんかこのフォントの形もねかっこいいなと思って、そう、そんな感じでいいね。まあこれはシンプルにね、その色合いはシンプルなんで、まあオールブラックにしてもいいし、まあその普通にデニムに合わせてもいいしっていう感じで、まあロンティーはね、ほんまに合わせ方がね1パターン2パターンぐらいしかないと思うんで難しいとは思うんですけども、まあぶっちゃけそのインナーとしても使えたりもするんで、カーディガンのインナーとかにしてさ、こういうデザインが見えてたりしたら、そういうところもね、まあ結構いいかなと思うんで、まあいろんな使い方できるんじゃないかなと思いますね。この加工のおかげでね、その何パターンもできるっていうのもあると思うんで、はい、で後ろこんな感じでね、後ろはもうほんまに無地でフロントと同じようにこういう風に加工が入ってるっていう感じだけなんで、ザシンプルですね。これはこの加工って言ってもね、そんなめっちゃその大胆にあるっていうわけではないんで、ほんまにちょっとよーく見たらっていう感じなんで、だからまあ本当にまあシンプルっすね、これはこれで。まあやっぱりその最近本当にパーカーを買ってたんで、まあぶっちゃけまだパーカー買ってるんですけども、スウェットとかロンティーとかもね集めていこうかなと思ってて、で最近スウェットも買ったし、でこれでロンティーも買ったということで、まあもっともっとねいろんなカラーとかいろんなデザイン集めていきたいなと思ってますね。まあぶっちゃけその方いろんなの持ってるんですけども、もっともっとね買っていろんなバリエーションで、ね、出していきたいんで、はい、まあそんな感じで、じゃあ最後、全体見せようかなって思います。はい、で全体こんな感じです。まあ、サイズ感もね、結構その、ジャストサイズっぽいですよ。ほんまにちょっとゆるっとしてる感じなんで、丈もね、ここくらいなんで、本当に結構その、まあ、いい感じのサイズ感。で、その、今ね、ちょっと気づいたんだけど、その、見て、手首にもこういうヴィンテージ加工ついてる。ちょっとわかる？このなんか破れてる感、わかる？まあ、ちょっとこういうね、細かいところもデザインされてるんだな、っていう風なね、思いますね。まあ、今、ブラックのデニムに合わせるんだけど、まあ、こういうね、デニムに合わせてもいいし、これにさ、こういう感じでタックインしてもいいし、っていう感じで。で、ちょっと待って、また今気づいたんだけど、見て、これ、ここもなんか加工されてるわ、こういう感じで。見て、女子の前髪のパッツンみたいな感じになってるわ。センターだけなんか短くなってる、ちょっと。で、ここもね、なんかヴィンテージ加工されてて、ちょっと破れてるみたいな感じで。なんかこういうところも加工されてますね。で、後ろもそうだ。後ろもちょっとこういう風に短くなってますね。まあ、ちょっとなんか、さっきまでは気づかないところにも加工されてるっていう感じで、すごいね、めっちゃいいやんって思いましたね。まあ、この色違いでもう一個確かベージュがあったんだけど、まあ、それとぶっちゃけ迷いました。ベージュとどっちにしようかなって迷ったんだけど、僕ならこっちかなっていう、僕ならこのブラックの方だなって思ったんで、こっち買ったんですけど、まあ、ベージュももしかしたら2色買いしちゃう可能性もあるんで、もしかしたらこれから出てくる可能性もあるんですけども、まあ、僕はね、とりあえずこっちを買いました。ベージュもベージュで全然可愛かったし、こっちはかっこいい系かな。で、ベージュは可愛い系かなっていう感じでした。まあ、なんでね、皆さんね、ぜひね、その、まだ多分売ってる可能性はある僕はね、このサプライヤーの15万円爆買いシリーズも本当に紹介してるタイミングとは前のタイミングに買ってるものを今紹介するだけなんで、ちょっと商品のね詳細とかいろんなことに関して今とその僕の買った時点では差がある可能性もあるんですけど、皆さんぜひあったらね買ってみてくださいよ。めちゃくちゃ結構いいアイテムなんでね、はい、まあ、そんな感じで、で後ろこんな感じです。そう、サイズ感いいですね。まあ、ロンティーのベストのサイズ感かなと思ってます。というね、じゃあこれがね今回買ったアイテムということで、じゃあ、この紹介終わりたいと思います。はい、でね、今回の動画はね、サプライヤーの15万円爆買いシリーズパート4第4弾ということで、6つ目のアイテム紹介したんですけども、こちらのね、リメイク加工されてるロンティーということで、ちょっとね、これはね、僕いろんなロンティー持ってるんですけど、その中でも結構お気に入りのロンティーかなと思ってますね。まあお気に入りだし、まあ結構その今まで持ってなかったようなロンティーなんで、この色合いっていうのは持ってたりするんですけども、この加工されてるのは持ってなかったんで、そういう面でもね、めちゃくちゃ僕はちょっと気に入ってますね。これはね、結構皆さんね、買ってみてもいいかなと思いますね。まあその派手すぎず、シンプルすぎずみたいな感じのラインのアイテムなんで、いろんなアイテムに合わせれるし、でね、もう一色ベージュがあるんで、そのベージュ系は可愛い系、こっちはかっこいい系なんで、どっちね買ってもいいし、メンズレディーストアでね全然いけるような感じなんで、可愛い系をメンズが着ても全然いいし、かっこいい系をレディースが着てもそれでも全然いいかなと思って、ぜひ皆さんでチェックしてみてください。ということでね、じゃああとね、このサプライヤーのね15万円爆買いシリーズはあと3回かな上がるんで、ぜひそれもねぜひお楽しみにしてください。ということで、じゃあね、この動画ね、こんな感じで終わっておやす。このビデオとの動画のチャンネル登録です。いざ TikTok、Twitter、見てね、そちらもおやす。バイ。